お店の宣伝しちゃいました。失礼。お次は雪ヒーロープロレス。誰かのヒーローになれる服。今回はミュータントタートルズとのコラボレーションを展開とのことでございます。さて、一着見ただけじゃ物足りないわ、もう一着見たいわという欲張りなあなた、お待たせいたしました。ご登場いただきましょう。リュウカ。テーマは辛い。前回の春夏コレクションのテーマを引き継いで、それをさらに発展させました。ジンジニー&ハングリーフリークスダディ。70年代のドイツの音楽シーンと初期のレゲエに刺激を受け、ナードでひねりのあるコレクションを制作。佐藤子小沢。大人の女性のための都会的な品の良さに遊びの感覚が随所に散りばめられております。ネイプ。テーマは The Space Between Us。 相反する2つの事象の間に生まれる尊い空間、哲学的でございます。リュシオル・ジャンピエール。コ・エグジスタンス。共存をテーマにポストパンクから着想しました。ファブリック・バイ・カズイ。テーマは Way of Life。 物語の主人公は自動車整備工なんだそうです。ノーノーイエス。ビスポークサロンもあるので一丁羅を仕立てても一興ですよね、とまた宣伝しちゃいました。お次、雪ヒーロープロレス。ヒーローが好き、ファッションが好き、そしてプロレスが好きというあなた。プロレスの聖地水道橋にオープンしましたお店レブリチャルに行ってみてはいかがでしょうか。またまた宣伝しちゃいました。これにて東京ファッションアーク8ブランドによるインスタレーションの幕切れとさせていただきます。やっぱりファッションっていいですよね。ただいまモデルが会場内に移動しておりますが、各ブランドのブースにて皆様のお越しをお待ちしております。ブースにはデザイナーもおりますので、この機会に交流を楽しんでみてはいかがでしょうか。私もお買い物に行きたいと思っております。次回は17時半でございます。東京ファッションアークのお話、ご清聴いただきましてありがとうございました。ご案内役は江南市の神田蘭でございました。誠にありがとうございました。